小深田博とは、兵庫県佐用郡佐用町出身のプロ野球選手、宇藤左田、東北楽天ゴールデンイーグルス所属、小学校1年からソフトボールを始める。中学生時代は、ヤングリーグの作用スターズに所属し遊撃手を務めていた。神戸国際大学附属高等学校に進学するも、3年、夏は、県大会2回戦で敗退し甲子園。 出場経験はなかった。高校の同級生に倉本春高がいる。進学した近畿大学では1年春から試合に出場し、関西六大学野球リーグでの通算成績は107、あん2年春、4年春、4年秋とベストナインを3度受賞している。大学卒業後は大阪ガスに入社し、1年目の都市対抗野球大会では遊撃のレギュラーとして、 前後試合に出場し初優勝に貢献。若字師匠を受賞した。2019年10月17日に行われたプロ野球ドラフト会議において、東北楽天ゴールデンイーグルスから一巡目で指名を受け、11月10日に契約金1億円、年俸1500万円で仮契約を結んだ。背番号は0。2020年は開幕1軍入りを果たし、 6月19日の開幕戦、オリックス・バファローズ戦で9回裏に、遊撃手の守備固めとして初出場。開幕直後は、ダイソーや守備固めが多かったが、6月30日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では途中出場から、プロ初安打を放ち7月4日の対ロッテ戦では1番2塁で、プロ初のスタメン出場。その後は、モテキエーゴローとの兼ね合いで2塁と遊撃で、 スタメン出場が続いたが、刺激がコンディション不良で、遊撃を守れない試合が増えていき、勝負方の遊撃でのスタメン出場が多くなっていった。9月27日の対埼玉西部ライオンズ、戦ではプロ初ホームランも放ち、最終戦まで離脱することなく試合出場を重ね、最終的に112試合に出場し、ルーキーイヤーながら規定打席に到達。打率。 288とリーグ6位の高成績を残し、ベスト9遊撃手部門で1位の源田壮介の161票に次ぐ103票を獲得。新人王の投票では、ヒララカイバーの144票に次ぐ125票を獲得した。オフにはスピードアップ賞を受賞し、1800万円増となる推定年俸3300万円で契約を公開した。 2021年は交流戦前まで打率、214と打撃が低調であったが、交流戦に入ると調子を上げ、7月5日に監督推薦でオールスターゲームへの初出場が決まった。しかし7月以降は再び打撃が低調となり、また前年と比べ失策が増加。九月に入ると山崎強が浅村栄との欠場により、出場機会を得て評価を高め、 ア村がスタメンに復帰すると山崎が一番遊撃に抜擢され、勝負方はベンチスタートとなる試合が増えていった。50メートルは5秒9で、一塁までのタイムは3秒78と、総力については即戦力と評される。広い守備範囲と内野であれば、どこでも守れる器用さが持ち味。打撃については内角を苦にせず引っ張ることができ、手話な打撃が評価されている。 大阪ガス時代は、近本工事と両で同部屋だった。近畿大学時代、プロ野球ナンバーワン決定戦。バトルスタジアムにデモンストレーション役として出演したことがある。ありがとうございます。